の声ちゃやさきだったんですってことですね。本日はこの2024ゴールデンチケット第3弾、これ引いていこうかなって思うんだけど、ただね、チケットだけで俺ね、めちゃくちゃこのギョ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 めちゃくちゃこのね、荒巻きが欲しいのよ。で、この緑牛なんだけど、見てこれ、かけら残り100個って書いてあるじゃん。ここってね、かけら500個で解放できるんだけど、あえてね、400個ね、残してるのよ、俺。から、今回で、俺が引けたら、レベル80になって、いきなり特製の2が解放できるのよ。で、この特製2がね、意外とね、荒巻きにとっては大事なんじゃないかなって思ってて、旗取った時に回復できるようになるんだよね、特製2があったら。で、しかも、クールも速くなると。で、その速くなるスキル1が、大自然にはかなわね、飛ぶやつね、カイドウの、もっと近い版。いや、いいよね、これも強いんだよな。いや、俺ね、カイドウと緑牛のね、ペアで使いたいのよ。ってことで、とりあえずガチャ引いていくか。いや、ごめん。今回の動画爆速で終わるかもな。とりあえず引いていきますか。いや、欲しいな。前ピックだと引けなかったからね、俺。そう、確率 50% 外したんでね、ももちゃんがだったから。オッケー、ナイス、でかいでかいでかい。まず仲間がいるんだよ。オッケー、オッケー、オッケー。宝あるからね。あるだけでもか、お、熱。シャボンも多いから32でしょ。オッケー、オッケー、来てる来てる来てる。熱い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 。今んとこ1点マイナスで、金。赤。ま、2点マイナスはあるんじゃない？まあ。だって3点マイナスまで超フェスが出るんだよ。そう考えたら全然あるんじゃない？いや、正直もうゲッターで抜いてくれていいんだけどな。欲しいな。そう、この機会逃すとね、ちょっとまた大変な気がするんだよね。ピックで来る時が結構遠くなる気がしてて、アタッカーか、ハッカーありがとう。で、終わり。あ、オッケーオッケー、まだある。そう、確定一体はあるから、最後に。そこが確率 20% だから、そこで引ければ俺としてはね、何の問題もない。ディフェンダー。おー、けど、ピック引いてる、ありがとうございます。そういえば何レベ ?85 とかかな？おい、ハック今何レベかなっていうのを言おうとしたらハック来た、ありがとう、ナイス。つか、何気に革命軍2人来たのはすごいな。あ、85だね。よし、買ってきた。いや、正直もうこれで出てほしいな。さあ、どう？そう、お金ね、できれば取っときたいな、次の超フェスとかを考えてね。オッケー、また仲間より熱い。オッケー、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 オッケー。これフルエンツワンチャン。あー、すでに1点かけてる。けど、演出的にはずっと熱いんだな。ありがたいね。さっきと一緒。2点マイナスだからさっきと一緒。まあ、さっきと一緒ってこと、そこで来ちゃうか。まあ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 、これで90。なに、ベロビッツさん好かれてるね、熱。いやけどな、俺の今回の狙いは緑牛、欲しい。いや、どう？まあ、最後の確率が 20% でしょ？いや、そこで引いてくれれば、1体でいいんだよ。1体引いたら俺は80になるから。普通にリーグに持ってっても全然動けるあれになるから。頼む、どう？ベロベティ来すぎだろ、お前。え、待って。俺20連しかしてないのに3体来てんの、ベロベティ。はぁ？動画を最後まで見てくれてありがとう。今ね、ここに出てる動画もね、面白いはずなんでね、他の動画とかもね、探してみてもらえると嬉しいでございます。ショート動画だったりとかの TikTok の方にもね、時々投稿するから、もしよかったら。で、リクエストとかあったらコメント欄へ。ってことで、じゃあまた次の動画で、ね、次の動画、まあ、ライブなり、他ので、バイバイ。